トランサー FB15 三菱ロジスネクスト株式会社は京都府長岡京市に本社を置きバッテリー式フォークリフトなどの産業機器を製造する会社であり三菱重工業グループに属する。旧社名は日本輸送機株式会社。バッテリーフォークリフト、エンジンフォークリフト、搬送用ロボット、自動倉庫、WMS 等の物流システム商品等を 展開するメーカー。同社製品は日油等のブランドで知られている。なお、日本輸送機株式会社は国内で初めてバッテリーフォークリフトを開発した会社である。2013年4月1日に三菱重工業株式会社のフォークリフト事業を会社分割により承継するとともに、称号を日油三菱フォークリフト株式会社に変更した。 また会社分割の対価として、株式を三菱重工業に交付することにより、三菱重工業は議決権比率の四四十九点パーセントを有することとなり、実質支配力基準により親会社となった。二千十七年一月一日には、持分法適用関連会社としていたユニキャリア株式会社を完全子会社化。同時に、当社株式について、 三菱重工業は完全子会社の三菱重工法クリフトエンジンターボホールディングスを通じた議決権比率を50.9%に引き上げた。2017年5月12日にユニキャリアとの経営統合が発表され、同年10月1日付でユニキャリアから販売部門以外の全事業を九州分割で譲り受けしたと同時に称号も 三菱ロジスネクスト株式会社へ変更した。本社は従来通り京都府長岡京市に置かれる。ユニキャリア株式会社はロジスネクストユニキャリア株式会社へ称号を変更され、三菱ロジスネクスト製品の販売会社となった。全新企業由来の日油、三菱、TCM 及びユニキャリアの各ブランドも引き続き製品部には別に使われる。 フォークリフトの業界シェアでは国内で第2位、世界で第3位グループに位置する。三菱重工業が三菱金融会と三菱広報委員会の会員企業であることから三菱グループに属するがユニキャリアが3話グループに属していたことから3話グループ所属企業によって構成される緑会にも加盟している。ありがとうございます。